吉田さん。まあ、何のために生きるのか。何だったら命を捨てれるのか。それはもうだいぶ変わってきましたね。まあ、私が顧客のために死ぬというマインドセットを持ったのは、即可塾始めてすぐの時でした。その時は、それこそね、命以外に、ベットするものはなかったわけなんですよ。だって何もかもマイナスでしたからね。それこそ、人への信用もないし、メディアもないし、 まあ夢もないって言えばなかったですね。目標もなかったですね。あるのは負債ばっかり。そして、迫ってくる、従業員の給料の支払い。業者間への支払い。その他、何でしょうかね。いや、ほんとそれぐらいしかなかったですよ。じゃあ、あと、私がかきれるもの、差し出せるものって、スキルもないし、経験もないし、なんもないわけですよ。命しかないじゃないですか。で、 ビジネスで、今回ね、40過ぎてネットビジネスやって、これで稼げなかったら、堂々と、それこそ本当に死んでやろうと。それ自殺するってことじゃないですよ。もう行き詰まって、はい、おしまいよと、もう好きにしてくれ、みたいなね。自分から死ぬ気はないんですよ。ただ、もう、お手上げですと。じゃあもう何なりしてくれ、金は返せね、えみたいなね。座り込んじゃおうかな、というところはありましたね。でも、やってみたら、みるみると、稼げるようになって、 私の考えの中では、初速が最大速って言葉があるんですよ。一番力を込めて、一番猛烈にやるのは一番最初だけ。あとはだんだんやる量が減ってきても、それまでの蓄積があるから、やることが減ってきても、成果は増えていくと思うんですよ。まあこれどんな仕事もそうだと思いますけども、不慣れな仕事って、目いっぱいやって残業しても大した成果あげられないじゃないですか。でも、 3年、5年、10年と経験と実績を積んでいくと、だんだんコツがつかめてきて、例えば1時間くらいしかやらないのに、まあ10万、20万の売り上げ経ったとかね。まあ少ししか作業してないのに、たくさんの人が集まっていたってことになると思うんですよ。だから最初に猛烈にやっておけば、少しずつ作業が減っていっても、成果は上がっていくっていうふうなね、こういうふうな逆相関になると思うんですよね。これは多くの方が経験してることじゃないですかね。だって今の業界に入って、 一日目と三年目とどっちが楽に豊かに仕事ができるかってことを考えたら初日の方がぎこしなかったと思うんですよ。で、どん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 作業の工数要するに作業量は減るのに成果は増えていったんじゃないですか。で、すっかりと自分はその業界の人になったんじゃないですかね。という感じで今私は、まあ、同じこうやって YouTube、インターネットビジネスの業界にいますけども作業とかね、 いいわゆる仕事とか、か稼ぐためのの何かっていうのをほとんどしてないですよ。ほとんどしてなくても最初にこの業界に入って猛烈にやった時以上に売上とか利益は出てますよねでそうなると別に命かけなくても命以外に差し出すものがいっぱい出てくるわけですよそれこそネットビジネスのスキル経験、えー、その業界の人脈失敗例成功例こういったものを差し出すことによって引き換えにお金を頂けるっていう風うなコンサルビジネスができるようになってくるんですよね じゃあ、初日にコンサルできたかって言ったら、初日にはなかなかできなかったと思います。それこそ、セルフバックのコンサルが精一杯でした。でも今はセルフバック以外にも、たくさん提供できるものがありますんで、命を差し出さなくてもね、当初命を差し出した、それと同じか、それ以上のことが今ならできます。つまり、最初は命を差し出さないとできなかったものも、今は命なんかね、差し出さなくても、ちょっとしたことで、 初期、私が覚悟していた以上のものが提供できるってことですよね。まあ、ビジネスってそういうふうになっていくんじゃないですかね。だから、一発、気合入れてやってしまえば、あとはずーっと楽なんですよ。でも、おっかなびっくりとかね、ちょっと手加減しながらやったりとか、本業を大事にして、ちょっとやったらちょっとやめるみたいな感じだから、それがずーっと続くんですよね。だから、頑張らないといけない期間がずーっと続くんですよ。ね、言ってみれば。で、私はまあ、頑張ったとは言いませんけども、猛烈に作業終わったのは初日だけですよ。 あとはだんだん減ってきました。<laughs> で、減れば減るほど気も楽になってくるし、なんか回数重ねば段取りも良くなってくるんで、少ない作業でたくさんのことができるようになりましたよね。それこそ最初にブログ書くときって、それこそ1時間くらいかかったような気がしますけども、それから量産するに従って、もう1分か2分でブログ1本完結みたいなのがねで。だから量産できるわけですよ。<laughs> 作業量も早くなってくるし、段取りも良くなってくるし、うん、いろいろとね。 たけてくるわけですよねそんな人生を歩んでいただきたいと思います初速が最大速ってことですいってらっしゃい